信散歩します。近未来公園へようこそお越しいただきました。はい、それではまず個人認証を行いたいと思います。前のこちらの画面がございますので前の方と一応お待ちください。はい、こちらで個人認証をしていただきます。運転席と助手席を同時に見ているので。顔の位置に合わせて自動でシートの位置を調整してくれます。に合わせて車内設定を変更しました。はい、続いてスケジュール自動調整を行いたいと思います。お二人の指令に合わせて最適なスケジュールに調整しました。はい、こちらは運転手のスケジュールに合わせて一番最適なものを選んでくれています。で続いて自動運転に参りたいと思います。はい、こちらは自動でハンドル操作をしてくれているので、ご自身から手を当てなくても運転をしてくれて、障害物なども受け取ります。で続いてデジタルメーターをご覧ください。こちらデジタルメーターの表示が3種類ございまして。光沢感ですとか、奥行き感も出ているので、3種類の表現で非常に高級感のあるものとなっております。はい、続いてオーディオ操作に参りたいと思います。こちら正面を見たまま手をこちらのノブに当てていただきまして、はい、こちら音量調整ですね。であとはそのまま左にずっとここにずらしていただき、こちら曲の調節、選曲もできるようになっております。なので前を見たままでも手で操作をしていただきます。はい、で最後にドアライティング、後方に注意を知らせるライティングになっております。左のこのボタンを長押ししていただくと、はい、後方が路面が光りまして、周りに注意をしております。こちらで終了になります。ありがとうございます。